皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、1999年公開の、フクロウの城。英語題、アウルズ・キャッスル。監督は篠田正宏。脚本は、篠田正宏と成瀬克夫。主な出演は、中井貴一、鶴玉湯、葉月里奈、など。天正9年、織田信長が伊賀を攻め、伊賀忍者の多くは殺された。それから10年後の豊臣秀吉天下の時代。伊賀の乱で辛くも生き残った綴羅十三は、山中で一人無為の日々を送っていた。そんな十三のもとへ、かつての師匠がやってくる。というストーリー。直木賞を受賞した司馬太郎の同名小説の映画化。豪華キャストと当時としてはかなり頑張っていた、ミニチュアや CG によるビジュアルが報われなかった本作。まずとにかく長すぎて、その割には展開が淡々としているので盛り上がりに欠ける。豪華なキャストもテレビ時代劇を見ているようで、特に中井貴一の忍者とは思えない、堂々とした存在感は完全にミスキャスト。逆に真子岩松が演じる秀吉や、敵役の上川隆也はいい味を出している。ということで、評価は。フクロウの城。サムダウン。